皆さんこんにちは、エルカです。今回の動画は僕が年間300日毎日履いている超おすすめのスニーカーブランドホカオネオネについてご紹介させていただきます。僕はスニーカーが大好きで、ニューバランスとかコンバース、ナイキとかアディダス、いろいろ持ってるんですが、結局ですね、出かけるときに自然と玄関で履いてしまうのがこのホカオネオネになりまして、今回ですね、追加でボンダイセブンというですね、超定番のですね、ホカオネオネのモデルも購入しましたんで、こちらを開封しながらですね、その魅力をご説明していきたいなと思います。動画の最後では、簡単なコーディネートもご紹介していきますので、ぜひ最後まで動画をチェックしてみてください。では早速商品の方をご紹介していきます。はい、ということでまずブランドのですね、ホカオネオネについて簡単にご紹介させていただきますと、2009年にですね、フランスで生まれたブランドになりまして、走ることが大好きな創業者2人が山の下り道を走る時のですね、苦痛を軽減したいと思ってですね、始めたブランドになりまして、すなわちですね、トレイルランニング用の開発から始まったスニーカーブランドになります。このブランドのですね、スニーカーのモデルはたくさんあるんですが、共通して言えるのが、まずこの厚底のですね、ソールになっています。このソールがあることによって、抜群のクッショニングだったりだとか疲労度を軽減させて、本当に楽にですね、歩くことができるということで、他のブランドにはないですね、本当に履いたら病みつきになるような感覚のあるですね、スニーカーになっています。正直ですね、これ知っちゃうと他の好きなブランドたくさんあるんですけども、もう本当スニーカーこれ一つあればいいじゃんって思っちゃうぐらいですね、中毒性のあるブランドになってますので、本当におすすめしたいブランドかなと思っています。あとは今日紹介しきれないぐらいですね、細かい最新のテクノロジーがいろいろ散りばめられていまして、本当に履き心地を求めるんだったら最上級のスニーカーブランドじゃないかなというふうに思っています。さらにデザイン面でいうと、やっぱりこうやってクラシックなですね、インパクトのあるデザインっていうのが、今どちらかというと洋服って結構オーバーサイズ目に着るのが流行ってると思うんですが、そういった流れと合致して、ランナーだけじゃなくてファッションが好きな方にもですね、支持されたということがありまして、今大人気のブランドになっています。で、僕が持っているモデルが2つありまして、1つがですね、この毎日履いている2ウルトラローウォータープルーフというモデルと、今回新しく買ったボンダイセブンというモデルになっています。で、まずこの毎日履いている2ウルトラローなんですけども、値段はだいたい3万円ぐらいなんですけども、2019年に購入したんですけども、本当にですね、まだ全然現役で履けることができまして、裏見ていただくと分かるんですけども、ソールもですね、全然減っていないということなんで、非常にコスパが高いんじゃないかなというふうに思っています。もう本当全体的に綺麗に保てています。ただ唯一かかとの部分だけがですね、ちょっと穴が開いてしまっているので、こちらに関しては残念ながらメーカー修理ができないので、今度修理屋さんに持って行って直してもらおうと思ってるんですが、これからも大事に履いていきたいなというふうに思っています。こちらのウルトラローの方に関しては、ランニングシューズの一面とトレッキングシューズの一面両方兼ね備えているということがありまして、また防水ということがありますので、非常に使い勝手がいいスニーカーになっています。本当に完璧に近い靴かなと思ってますので、急に雨が降っても全然問題ないですし、急に運動しないといけなくなってもいいですし、急に山に登ろうって言っても全然問題ないので、本当に、この靴は万能な靴だなと思っています。ですので、おすすめな使い方としては、これ本当に旅行に行くときに、一番履いていきたい靴かなと思ってまして、皆さんにもぜひ本当にこの靴はおすすめしたいなと思ってます。ちなみにこのモデルに関しては在庫がほぼないものになってますので、似たようなモデルだとカハロ GTX というですね、モデルがありまして、そちらもゴアテックスが使われている防水性の靴になってますので、今はそちらをお勧めしたいかなというふうに思っています。では改めて今回購入したのがこちらのボンダイセブンというモデルになってまして、定価がですね、23,100円になります。で、僕はですね、今ペイペイモードが3月に非常に安くなってまして、販売価格が17,000円ぐらいになってまして、ポイントが4,000ポイントバックされましたんで、実質13,000円ぐらいで購入できましたんで、安く買いたいよっていう方はですね、よかったらペイペイモードもチェックしてみてください。
こちらのボンダイ7に関しては他オネオネの中でも代表的なモデルになってまして、ロードシューズになっていますので、普通の道で歩いたり走ったりするのに適してまして、そのロードシューズの中で一番クッション性の高いモデルになっています。ですので防水でもないですし、トレッキングにはあんまり向かないので、普段の天気のいい日に僕は履いていきたいなと思って購入しました。ですので余計な機能がついてないので、さっきみたいなモデルよりか全然軽くなっています。カラーは5色展開で、僕はですねこのシンプルなオールブラックのモデルを購入いたしました。黒は足長効果もありますし、他オネオネの特徴としてこの厚いソールがありますので、背がスラッと高く見えるっていうのもいいんじゃないかなと思ってですね、非常に気に入っております。ということで、じゃあ早速履いてみたいと思います。ということで早速履いてみました。こんな感じです。いかがでしょうか。問題7に関してはやっぱりクッション性が非常に高いなというのをですね、今まで履いてたモデルと比較すると非常に感じることができます。サイズ感に関してなんですが、普段僕スニーカー買うときは 27.5 を買っていて、今回も 27.5 で、前回のモデルに関しても 27.5 を買ってるんですが、正直ですね、問題7に関してはちょっとパンパンな感じもあるので、一サイズ大きく買ってもよかったんじゃないかなと今買って思っています。ただ全然履けないなっていうこともないので、まあ一旦これで履いていこうかなと思います。ちなみにかかとにはこういった紐がついてますので、着脱がしやすいところもいいんじゃないかなというふうに思います。いかがでしたでしょうか。ということで、今回は僕が年間300日履いている他オネオネについてご紹介させていただきました。今後に関してもコスパが良くてですね、長く使えるエコなアイテムをどんどん紹介していきたいなと思いますので、よかったらチャンネル登録しておいていただけると大変嬉しいです。では次回の動画でまた会いましょう。バイバーイ。